たとえ戦争に巻き込まれて死んでなくても過労死寸前の多忙な生活だったわ。繰り返しももう7度目。今回はのんびりダラダラ人生を満喫したい。そして何より今度こそ長生きしてみせる。そういえば今まで正面口から出てたけど、今の私ならこっちの方が早い。申し訳あります。ずいぶんな勢いで突っ込んで。皇帝アルナルト・ハイ！俺を知っているのか。この国に来たのは初めてだが。私リーシェ・イルムガルド・ベレツナーと申します。お目にかかるのは初めてですが、あなた様のお噂はかねがね。先ほど俺のことを皇帝と呼んだな。父帝は存命であり、俺はまだ皇太子の身の上だが。申し訳ありません、皇太子殿下。慌てていたとはいえ大変失礼な言い間違いをいたしました。ですが私婚約破棄されて大忙しですので、これにて失礼いたします。婚約破棄。おい、何かあったのですか。オリバー、馬を用意しろ。承知しました。何をなさるおつもりで。